あなたがスターだ。男女を募集中。大見出しのポスターを見て一人の少女ははっと思った。1979年ボートレース蒲郡、ちょっと行ってくる。父を残して事務所へと駆け込んだ。私でもなれますか。その子こそが鵜飼菜穂子であります。この続きはまた明日というわけでございまして、今日もですね、スペシャルアドバイザーとして鵜飼菜穂子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。まさか私の話だと思いませんでした。いやもう今日ピットでお話ししてて感動してこれは講談にしないかんなと思いましてねこれから連日短編をつなげていきたいなという楽しみにしていますはい、勝手な企画でございますがいやこれねほんまの話すごいでしょ。お父さんにボートレース場連れて行ってもらってポスターを見て相談して後日行ったんじゃないんですよね、はい、その場でお父さん船健康でお父さん残してちょっと行ってくるで事務所に自分で駆け込んだっていう、はい、平均年収が800万円って、はい、ポスターに載っていたので、はい、800万円儲かるんじゃちょっともらってこようと。ああすごいですね。いやでも普通やったらお父さんにねちょっと相談するとかだって国立大学受けられるぐらい勉強頑張ってこられてたわけじゃないですか、はいはい、それをもうその瞬時で。そうですね。もうそこから赤い糸が多分ボートレースとこうチュルチュルチュルとすごいな繋がっていたんでしょうかねいや今までねボートレース場に連れて行ってもらってうわーすごい私もなりたいかっこいいっていう女子レーサーは何人も僕もインタビューしてきましたけど、その場で行った人多分初めてなような気がしますけどね。多分就職難だったんでしょうね当時もいやいやまだまだねこれ実は面白い話続きますんで、また明日以降もお楽しみいただきたいと思います。さあということで、ボートレース常滑ではですね、レディース VS ルーキーズバトル初日が終わりまして、現在得点表鵜飼さん断然女子有利で今7対1。まあ、明日の男子の反撃も怖いところでございますけれども、まあ、この辺もねしっかりと注目しながらおそらくやっぱり予想にも参考になってくると思いますんで、この動画でお届けしたいと思います。それでは2日目の予想はこちらです。さあということでもうこの動画をご覧いただいている皆さんもそらそうやこのレースやろうなってな話でございますが、2日目は10レースを、ピックアップいたしました。もうね言わずと知れた佐々木宏実選手が、1号艇に入りました。でやっぱり僕ねそのなんでしょう団体戦とはいえもちろん1マークに行くまでは、まあ、内に3艇女子外3艇男子といわいえですね皆がこう1着を目指して走るわけやから、まあ、団体戦とはいえそうチームワークって組まれへんねやろうと思うんですが。やっぱりこの前回の丸亀シリーズを見ていても、まあ、今日もそうですけどもワン、ツー、スリーでこうチームで決めるっていうのはやっぱり女子選手の方が多いんですよね。で考えると女子はまあ簡単に言うたらですよ僕らは普通に予想する段階で言うと1、逃げる2、刺す3、まくるっていうこう一つの形をしっかり守ってるんじゃないかなと。男子の方がちょっとこうやっぱり我が強くなりすぎてその部分をちょっと忘れる分こうワンツースリーフィニッシュがなくて一角が崩されたりもしくは二角崩されるということがあるんじゃないかなという感じがして、女子選手の本当はイン3艇というのはある程度やっぱり船券の中心で考えるべきちゃうかな。特にこの10レースは佐々木選手逃げて、もう落合選手を刺してまた佐々木宏実の逃げきれいから差し場もきっちり開くんでね。でまあわざわざ浜田有沙が来たところを飛ばしに行くような選手でもないからいやこれほんまは123って書きたかったんですが5号艇に宮之原、まあ、これ言うたって男子のもう今回の看板選手の一人ですから、ここ宮之原が圏外になるようならばちょっと男子苦戦をもう明らかに強いられてくるんで男子の維持、まあ、浜田有沙出てますからこれ伸びていってまくりゃどっかに宮之原に差し場があるんちゃうかなということで2着に宮之原拾って152、153と、まあ、ちょっと固めですけどね、まあ、ここはちょっと佐々木宏美選手がインコースなんで、まあ、しっかり当てときたいなと思うんですが、鵜飼さん、いかがでしょうか。そうですね、やっぱり男性の気持ちは多分相手が女性となると、意地でもまくりたいという心情がそうか多分あると思うんですけど、はい、まあ女子は女子で同性同士ですから、うん、いろんな差しとかまくりとかパターンがあると思うんですけど、やっぱり男性はスタートいってまくったろうって思う選手が多いと思うんで。そうなんですね、開会式の時のちょっと一言インタビューしてても、やっぱり全員が全員別にその強気に言うわけじゃないですけど、男子は負けたくない、勝ちたいみたいな言葉が並ぶんですが、女子選手はそういう言葉があんまり並ばないですよね。女子選手の方が、まあ女子選手は混合でも男の人と普通に走るわけですから、はい、まあレースなりはしてますよね。でも男子はこう、そうか、こんなにたくさんの女性と走るってことはあんまり機会がないじゃないですか、逆に。そうするとやっぱり女子には負けたくないっていう、そういうあれがあるんじゃないかなと思うんですけどね。いやだって7対1ってちょっと差がね、随分とつきましたからね、はい、まあ男子の巻き返しもと思うんですけれども、そうですね、どうですか、僕佐々木宏美選手大好きなんですけどそう思いましたもうそれで1号艇は外せないと、はい、というかわざわざこのレースを本当は予想する必要ないわけですよね、はい、穴狙いやったら他のレース予想すればいいんですけども、私も佐々木さん好きですよ、可愛いし、あれですもんね、今日もピットでお話しされてましたもんね、感じもいいし、感じもいいですよね。上手だし。はい。あ、上手です。はい。レースも上手です。綺麗ですもんね。ほんでレースも綺麗ですしね。スタートもしっかりしてるし。でもね、これ落合さんも出てるんですよね。そうですよ。これ2、3出てるんですよね。ずっと言ってたんですけど、今日落合さん感じいいなってずっと見てたんですけど。はい。宮之原君はね、今日ちょっと12レースで、ね、風が吹かなかった、風が吹かなかったですね。いや、そうなんです。これね、ちょっと視聴者の皆さんに申し訳ないんですが、実は昨日ちょっとNG が1回あって、1回目の取りの時には12レースはないるからなって鵜飼さん言ってくれてるんですよね。まあでもまあ冷え込むし、ちょっと風が吹きゃ4の差し場が出るんちゃうかっていう話だったんですが、完全になぎりました。そうですね、ちょっと気象予報士鵜飼としては、はい、そこからちょっと外してましたので、ね、はい、明日も多分同じ状況の感じの気象だと思いますので、うん、そしたらね、まあ10レースですけど、はい、まあ10レースぐらいからなぎってくるんですか、やっぱり。そうです、なんでしたっけ、なぎるのは伊勢の夕凪っていう、そうそう、伊勢の夕凪12レースなんですけど、はい、まあそれはいつも2とかのレース場だと伊勢の夕凪って言って、はい、よくそういう12レースだけ本当になぎるんですよ、2とかは。でも常滑もまあ似たような、はい、あ、やっぱり12レース2なんですね、やっぱり。そう、不思議ですよね、私もよくわからないんですけど、なぎってきたらじゃあ因が有利になる。そうですね、当然そうなってきます。さあ鵜飼さん、ピットリポートも2日終わりましたけど、はい、もう慣れてきましたか。選手にお話を聞くのはなんか楽しくて、なんか懐かしい感じで楽しいんですけど、こう予想目線で見るとやっぱり全然才能ないなと思いました。いやいや、まだまだこれからですよ。それはまあ今節のうちにね、予想者目線を磨いていただいてマスターできるように、ぜひともよろしくお願いいたします。まあでも僕たちは正直鵜飼さんいていただいて、ピットリポートは本当にスムーズにストレスなく終わってます。ありがとうございます。本当にみんなが寄ってきてくれますから。はい。みんなで寄ってこないと呼ばれちゃうから、私にちょいちょいちょい。そうそう。来なさいこっちへって言ってね。我々大体もう1時間2時間待つのは当たり前ですからね。もう本当もうなんと心強い味方をということで、今日はもうなんかね、朝からもう戦艦艇に入れたもんやとか言うてたら、もうちょっと可愛い表現ないのと。そうなんですよ、戦艦とか鬼とか鬼とかね、可愛く私のことを表現してください。そうです、鵜飼さんの可愛らしい表現を皆さんに募集しておりますんでぜひコメントいただければなと思います。ボトレス常滑レディース VS ルーキーズバトル、明日は2日目となります。常滑は有観客でございますんでね、まあこちらの動画を見ながら、もしくは近所の方はレース場に足を運んでいただきたいと思います。それではまた明日お会いいたしましょう。さよなら。